はい、パパスです。息子です。です。はい、今チャリです。はい、元気ですか？元気じゃありません。昨日の、ボン君から開けてまだ一日、中一日です。そして今また再び池に向かっています。まあチャリでね。これからちょっともう体はね海洋圏使った後の悟空みたいな感じなんですけど、まあちょっと闘魂注入してもらって頑張りたいと思います。それではパパスと一緒闘魂スタート。元気があればタケノコも入る。さあ始まりましたよ。はい、中一日なんで体的にはもうね限界ギリギリですね。さあ行ってみましょう息子。さあそれではボウ君ことクロスジがいるとこに行ってみましょう。息子行け。来た来た。おお蝶々がいます。まっすぐ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 。はい、息子も陸上をやめて水上になるみたいです。池入るみたいです。で、ボウ君いるんですけど、クロちゃんね、クロちゃんいるんですけど、池がでかすぎて近くに寄ってこないんですよね。毎年言ってますけど。はい、陸を諦めた息子。来ます来てます。はい、パパスです。詐欺かな？詐欺師がいます。で、近くにすぐ、トンボもいるんですけど、なかなか、捕まんないですね。難しいです。で、こういうね、池が一番取りづらいんですよ。ちょっとこれじゃ映んないけど、トンボって頭が良くて、ヤンマーは特に。距離測られちゃうんで、もうこれ一振りなんですよ、いつも。一振りにかけるしかないんで、まあ、ちょっとお手本で一発やりたいと思います。はい、見事に無理でした。はい、パパスです。3年前にはね、うちわヤンマとか銀ヤンマとかね、他にもいたんですけど、トンボとかね、今ね一匹しかいないんですよね。そこにいるんですけど、はい、ですので場所変えます。で、パパスです。さっきの公園から、まあ、歩くこと5分ぐらいで、次のネクスト池があるんで、そこで、ちょっともう一回頑張りたいと思います。最後ね、うちはヤンマいたんですよ。それでは、ネクスト。